すする TV ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、大勝軒の中でもひときわ異彩を放つのはこちらです。ドン JR 池袋駅から徒歩3分くらいのところにあります滝野川大勝軒さんにお邪魔してます。先週ニコニコ超会議2020に参加させていただきました。見に来てくれた皆さん本当にありがとうございました。超会議の帰りにラーメンすすりたいなと思いまして、界隈で気になっていたこちらのお店に立ち寄らせていただきました。大勝軒は日本で一番有名と言っても過言ではないであろうつけ麺盛りそばを世の中に広めたお店です。大勝軒の中でも総本山である東池袋系、さらにあっさり煮干しスープの永福町系など、お店によってもいろいろな違いがあるところがまた面白いところでもあります。今回の滝野川大勝軒さんはどんなテイストなのか、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ滝野川大勝軒さん、食券数です。今回は盛り野菜をプッシュしました。夏になるとつけ麺も欲するよねと思いながら待ってるぞ。こちらが滝野川大勝軒さんの盛り野菜です。ドハーン、なかなかボリューミーな麺は食べ応え、すすり応えともにありそう。濃厚そうな色のスープの上には野菜がどっかりと盛られていて、健康になれそうだぞってことで、いただきます。ではまずオンリー麺すすりしてみると、しっかり水で締められていることが確認でき、もちっとした食感も好印象。というわけで野菜の合間に麺をくぐらせて、はいすするドラーン。自宅であれば思わず甘いと叫んでいるかもしれないべったりとした甘さがあり、しっかりと魚介を効かせた濃厚な味わいもあります。それでいて醤油そのものの旨味やコク深さもあり、ハマったら最後、もうここのつけ麺じゃなきゃ満足できなくなりそうです。さあガツガツ食らう野菜は注文が入るたびに炒められていて、しっかりとした味付けがされているので一品料理として成立するうまさ。そしてここで店主さんおすすめのお酢、さらに辛みも投入。甘み強めな濃厚つけ汁がさっぱりとした後味になり、程よい辛みが食欲を刺激してくれる。麺もつけ汁が辛みすぎずつるっと喉越しがいいナイスなやつなので、愛のままにわがままにすすりまくればいいんじゃないでしょうか。てな感じでチャーシューは肉肉しくてボリューミーな食べ応えがあるもので、香ばしい野菜と交互に食らえばもはや無敵モード。麺量もデコで 300g あるので、この一杯で大大大満足できるんじゃないでしょうか。そんなこんなでつけ汁を吸ってちっちゃくなっても磯感は抜群の海苔も駆使しながら、序盤と変わらずハイペースですすり続けていると、最後まで野菜を余すことなく食らったら本日も完食です。大変美味しくすすれました。中毒性抜群の大満腹な一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、滝野川大勝軒さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。魚介だしの効いたかなり甘めな漬け汁で、べったりと濃いめな味で、麺量も多く食べ応えがありましたね。麺はつるもち食感で、水で締められてはいるんですけど少し柔らかめで、麺本来の美味しさ、そして風味を楽しめる麺でした。野菜は注文が入るたびに炒める都度調理スタイルで、香ばしい炒め野菜には味もしっかりとついていて、漬け汁に入っていても薄まることはなく、しゃっきりとした食感がとても美味しい野菜でした。麺も野菜もたっぷり入っていて、とてもボリューミーな一杯で、やっぱりお腹いっぱい食べさせてくれる大勝軒いいなと改めて思いました。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、滝野川大勝軒さん一杯でお腹いっぱいや大満足。